ちょっとキャプテンとこう最近だとあの LDH キッチンで、はいはいはい、ディスコナイトみたいなのに、はい、キャプテンが連れて、その時に結構遅くまで一緒に夜な夜なさせてもらったとかあったんですけど、はい、ちょっと今日はあの出会った頃からヒストリーということでいろいろ、じゃあ3日ぐらいありますか本当にね、話長くなる、3日でも足りないかもしれない。そう、初めてキャプテンにお会いしたのは、はい、あの大阪城のライブに来てくれて、すごく印象的だったんですけど、なんか LA からすごい人が来たみたいな感じのイメージで4月だったからもう17年目に突入してます。めちゃくちゃ覚えてる。俺昨日何振ったか覚えてないけど、それは全然覚えてる。キャプテンから見て、その最初大阪城ホールで、ね、あの EXILE のライブ見た時のどんな感じに映ってたんですか当時。あのね、まず僕あの安室奈美恵のツアー終わったばっかりで、はい、ロス帰る前だったんです、はい、だからぶっちゃけそこまで乗り気じゃなかったんですよ、うん、だけど見てくれ見てくれってラップコールされたから、はい、じゃあ行きますって言って、そうです、行ったんですよ、はい、そしたらもう大阪城ホール満杯、はい、95% 女性、はい、結構それね多分うおーみたいな感じで始まったら、はい、バーンとかあの演出の時ですね、そうですニュージャックスイング、そうです、ニュージャックスイングが、そうかっけえ、何これと思って、はい、やっぱり職業病ですよね、はい、いざ始まると、うん、音チェックしたり、はいはい、あの会場うろうろしてこうチェックしたり、はい、前の方行ってこうパフォーマンス見て、パフォーマンスがなんかこう暴れまくってて、はい、めちゃくちゃ新鮮だったんだよ、なんか、あ、本当ですか、ほんでなんか坊主の子が歌うまいし熱いね、はい、そう、ファーストインプレッション、あの印象は、うん、なんかめちゃくちゃなんかストリートっぽいかっこいいことやってんなって、あ、というのがイメージ、嬉しいなそれ本当です、お世辞でもなんでもないです、なんか自分たちはこう無我夢中というか、はい、だったんで初めて見る前は、エキサイト知ってますって言われた時、あれじゃあのチューチューやってた、はい、やる人たちでしょ、もうズーの、そう、ズーのエクステンションみたいな、はい、だからもう全然違って、うん、その無我夢中さとなんか楽しんでるイメージもあって、うん、はい、これそうでなきゃダメじゃないですか、はい、エンターテインメントが全然伝えないといけない、はい、だからすごくあのパーティーで見てなんかすごいいいなこの国って思いました、あ、自分たちからしたら EXILE、まあ、JSOUL とか始まってから、うん、そういう本格的に、まあ、ステージ立たせていただいてますけど、キャプテンはもうその大先輩といいますかもうしかも海外で活動して、もう活躍してっていうところで、アメリカでの音楽活動があって、はい、日本でもこう EXILE というよりも安室さんだったり、はい、まあ、いろいろアーティストを見ていただいている中で、こうなんか日本とアメリカの、うん、音楽を作る過程の違いとか、うん、何が違うというと、まあ、ベーシックに日本ってやっぱり律儀にちゃんとこう、はい、プレサイスにやりたいって感じで、うん、譜面を、はい、もうめちゃくちゃ必要とするんですよね、はい、この譜面っていうのはやっぱロードマップとして必要なんですけど、アメリカのリハとかはもうあのアメリカのバンドで、まあ、僕 J グレードとかシカゴのメンバーとかトトのメンバーとかのツアーの時は、はい、音源を渡されてリハ初日には、はい、もうバッチリで来なきゃダメなんですよね、はあ、だけどそっからみんなでやり始めるっていうか、だから譜面上こここうだからこのコードチェンジがこうでこうでじゃなくて、はい、Let's play って言ってプレイしながら、でそれダウンレルベとか、うん、そこで Let's do it twice とか、はい、そういう感じでヘッドアレンジでじゃあやる体感を大事に、そうですね、グループが先に来る、うーん、こっちは決め事をやって、はい、それをちゃんとやる、だから確かに僕がこっち来た時に特に EXILE やる時にそれをちょっとブレンドしようかと思う、結構 EXILE もその最初やっぱダンスっていうのもあるから、うん、ある程度こう尺とかも決まったりしてたんですけど、うん、やっていくうちにそのステージとか入って1分の1とかやったりして、うん、やっぱここちょっと伸ばして、うん、やりたいとか、もっとここもうちょっと盛り上がるから長くとか、そういうのを
そういうキャプテンとかが OK っつって、じゃあ、うん、逆にそうもうちょっと長い方がいいとか、なんかいろいろやり取りやったじゃないですか、はい、スタッフさんもそうだし、あの僕のバンドのメンバーも、はい、めちゃくちゃもう何かトップレベルの人たちと常に一緒にやってるから、はい、もう本当に分かってくれてるし、うん、早い早いです、はい、そしてこうこうこうだからすぐできるじゃないですか、はい、できちゃうからダメなんですよできちゃうから次から次へと違うところにどん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 こうハードルが上がってって、ゲネから初日、うん、もうすぐなのにこっから変わるかっていうことがありますもん。みんなあの楽しそうでいいですねとかさ、絶対楽しいよねそんなことやってて、わ楽しい楽しい、あの大変じゃないですか、朝入ってリハやって投資やって、そしてゲネやって反省会3時間やって、また朝次本番直して本番、チケット買って見に来てくれる人たちが、はい、ね、ちょっと俺たちしんどかったんで今日ごめんなさい疲れてます、それないじゃないですか、それはさすがにできないね、だからもう常にアップでないといけないし、うん、そしてだからそれがちょっと僕がエキサイトして、はい、What's up? Let's go! って言って、はい、それが向こうにこう伝われば、それに越したことないんで。そのマインドっていうか、どっから培われてきたんですか？みんなスタッフさんに聞いても、キャプテンアウト元気出るって、まあ、うん、MX だったり、いろんな人がそう思ってるって、すごいことじゃないですか。エグザイルキャプテンって言われるんだったら、はい、エグザイルがやりたいことをどう音楽的に可能にやるか、はい、ライブでどうエンハンス、もっといいようにできるかっていうことを考えたら考えるほど、やっぱり、なんていうか、やる気が出る。うん、さっきね、言ってくれたように、キャプテンがなんかこう、来たらこう、元気出るんだよ。だって、それもキャプテン業だと思ってるし、うん、しかも光栄だし、そういうこと言ってくれたら。はい、だって俺が疲れてないのは、そんなどうでもいい。Come on, let's go, man!、ね、後で疲れたらいいじゃん、みたいな。かっこいいですよ、本当。エグザリズムだし、キャプテンリズムだし、うん、もうずっとやってきたことだから、はい、まっさら変えないし、なんだったらもっとみたいな、うん、だからそれが生きがいです。最高ですね本当にエグザイルらしさであり、その歴史を歴史、ね、ずっとこう見てくれてて、キャプテンと共になんか一緒に、まあ、エグザイルトライブはこう歩んでこれたなっていうか、うん、キャプテン の, あの本を久しぶりにちょっと読み返して、超言える、恥ずかしい。でもやっぱその時に書いてあることとかが、その例えばアキラのことにしても、うん、そのまあ、ボーカルを探してる時、ボーカルのオーディションでの時に、まあ、タイミング的にはそうだったんです。ちょっと前にヒロさんがあのキャプテンにちょっと話があって、まあアキラ、まあ、ラザユニットで活動していて、そのって聞いたときに、最初はそのキャプテンも、え、今ボーカルの話をしてんだけどボーカルの話はどうしようの話で、オーディションやったらいいんじゃないのとかの話から、いや実はあのアキラ入れようと思うんですよねとか、はい最初は正直そう思ったけど、その後でそうヒルさんのその意図を組んでキャプテン、よく考えたらね、そのままヒルらしいなと思ったのが、次のボーカルを入れて、はい、あのままでやったら、はい、何の変わりもない、はい、後釜ですみたいな、はい、だけどアキラを入れました、アキラを見つけました、はい、第2章、はい、これは Next Chapter Oh my God 2章最高です。2章Say yeah Say yeah、ね、何かこうじゃあピンチをチャンスにというか、そうだからもうヒロの発想がとんでもなくて、うん、さすがだなと思ったね、本当に、はい、まあ、今もすごいけど、はい、やっぱああいう普通だったらどうしようどうしようなのに、いやこれをこうやってああやってって次をこうね、はい、見極めてやっていって、それを実現させたっていうのは、うん、本当すごいし、あとあの僕が良かれと思って、はい、ヒロのためのそのプライド、ああエグザイルプライドからもそれがタイトルになっちゃって、はい、ヒロ君ね、エグゼルプライドってキャプテンからの言葉ですもんね。それがよりやっぱりこうエグゼルとキャプテンの関係をもう言葉でも表してるというか、毎年こう掲げて、そうですね、やってましたね、プライド、特にあのプライドというのはあの
14人になってさ、はい、で下手打っちゃダメだよと、はい、今下手打つとあんたたちの名前じゃなくてエグザイルっていう名前が出るから、うん、だから何やることも考えることも動くことも何もかも全部エグプライドを持って「Yet have エグザイルプライド」って言ったら、うん、ヒロがキャプテンをずっとそれ使いますって。やべえ、エグザイルプライド、それだよとか言って。そうだから、そのエグザイルプライドがそのスピーチでなんか話してる時に、また出て。出たんだよね、ポロッと。ヒロさんのやっぱ、あの入隊のライブの時にやばかったですね。やばかった、もう本当にあれも。もう最後にさ、はい、俺たちほら、同じ方向向いてるからさ、見えないんだよ。はい。ほんで画面で見てさ、ヒロが。後ろでさ、こうやってやって、ほんで階段上がってた、はい、あーもう最高だったね。今またちょっと鳥肌やばいですね。なんか、ただヒロさんってこう、変なあれじゃないですけど、なんか泣くのとかを美学としてないというか。そうなんだよね。だから自分たちも、ヒロさんが泣いてないのに自分たちが泣くのもって思ってから、顔は耐えてるんですけど、もう勝手に、いやいや、もう耐えてたんで、耐えてたんで、最後、あの、エグザイルプライドって楽曲もすごい、うん、あのドラマチックですし、そうだよね、まあ、キャプテンの中で、まあ、ミュージックヒストリーってことで、なんか、楽曲とにまつわって、なんか思い出というか、それ、あの、よく聞かれるんですよ、何が好きかって、はい、その時のやっぱりこう、リスナーとしてね、はい、考えたらさ、ふーっとなった時にはやっぱり願いだな、あの運命の人がさっきも言ったけど、はい、聞いたファンだ、はい、でなんかちょっとハッピーになりたいんだ、はい、Love Dream Happiness みたいな、こうなんか普通に聞いててもこうスウェイするような曲とか、はい、Everything もそうだし、もう、はい、多すぎてしかも全部弾いてるじゃないですか。そうですよね。だから弾きにくい曲もあれば、はい、めちゃくちゃ簡単な曲もあるし、はい、だからこれ一曲というのはすみません、無理っす。いや、間違いないの。本当、そうじゃないですか。もう自分も。多すぎて。ライブはね、ちょっとフェイブレットあるんですよ。それ、ホール。あー。やっぱり、あのホールツアーは10カ所だったけど、はい、本当、一体感やばかったし。やばかったですね。そして、ファンがね、ほら、2000人ぐらいしか入れないじゃん。はい。外に3000人いるみたいなさ。そんなに入れない人みたいな。とんでもないことになってて、はい、あれはやっぱり楽しかったし、やりがいあって、はい、俺なぜあれやってほしかったというと、あの、はい、やっぱりなめちゃんもそうだし、矢沢もそうだし、ビーズもそうだし、日本っていうのはやっぱり道具やるアーティストっていうのは、はい、やっぱり何年かやるじゃないですか。特にエグザイルみたいに毎年できるんだったら、はい、あの時ホール行ってて見に来た16歳の子が20歳になって上京してきて、はい、東京だな大阪だないて、はい、絶対に友達同僚にちょっと一緒に行こうって。なるほど。地方で私のとこ来てくれたのよ。なるほど。もう最後だから一緒に行こう一緒に行こうって言って、はい、そこからまた増えていくみたいな。近くで見て、そう、もうとんでもない。だからもう、はい、ちょっと本当にいいから見に行こうって言ってドームに来てくれた。なるほど。そっか、そういう良さもあった。そう、すごく覚えてるのは、あのホールツアーの時に、うん、パフォーマーチームであの JB のパフォーマンス、俺今それ言おうとしたのよ。あれはもうソロパートね、最高、楽しかったです。楽しかったですね。キャプテンがあの MC をしてくれて、もう演奏もしてグルーヴを作ってくれて、なんかあのオーガニックな泥臭い感じでね、バンドオンリーとパフォーマーたちだけでみたいなね。またやりて。あれよ。なんか自分たちもなんかこうドームに行くちょうど前のホールツアーで、僕はもう絶対ホールやった方がいいって言って、はい、やってくれて、もう光栄でした。あれはいや、いやもう今思うと、あのキャプテンチームの生音で JB 踊って、はい、出てて「よっ!」って「Here's Mikey Day!」と言って、アリーナとかもやってたはずなんですけど、はい、ホールやってなぜかそのなんでかやっぱすっげえ楽しいから動いちゃってたみたいな。そうね。後半とか結構ヘロヘロになって覚えてますよ。いや盛り上がった。なぜやっぱりホールってすぐそこに人がいるじゃないですか、はい、目の前に。間違いないですね。だからもうテンションも上がるし、はい、しかもあの子はさっき言ったようにそのすごくオーガニックでバンドサウンド、まあ、データなんて本当であんまりなかった。そうですよね。だからデータがミニマムで、うん、ライブバンドアレンジで、そしてパフォーマン
思いっきり踊って、もう私たちここで歌うという、はあ、もう今でも忘れないですけど、なんていうかな、ピンチをチャンスにライブ電源が落ちた時、音がいきなり止まって、そうです、しかもよりによってこう、なんていうかな、ボーカルがステージにいない状態、いない、そうそうです、そうです、でパフォーマーだけでステージ立ってる時に電源が落ちた時、落ちて、はい、音が今まで止まるっていう恐怖はなかったんですけど、初めてライブで止まって、であの時にあのたまたまソロを順番にやって、そうですね、アキラの時アキラだったんで、でなぜかアキラはそこでやっぱすごい起点を聞かせてというか、グルーヴを止めないように音がないけど自分で踊って、普段やらないロックダンスとかそうやってだからもうその時もう全部音止まっちゃったから、バンドのアンプだけの音とドラムとパーカッションでつないだという そこにこうキャプテンたちが、うん、まさしくこうそれを見てこうそのグルーヴで始まって、そうそうそう、でその時に会場が普段とはまた違う盛り上がりだったんですよね。初めて土曜日で大丈夫なのに、なんかわーになってって、で戻った時にイエーイみたいな、後にも先にもライブ中に音が止まって、いやーでもう真っ青っすよ、あれは忘れないですよね、うん、いや本当その通り、みんながあんなすごいこと やってるから、いや俺たちはそれに徹しなきゃいけないし、それも音響の人もそうだし、ライティングもそうだし、みんなで一丸となってね、はい、ザイルでやりたいことを本当に実現させなきゃいけないっていうモールベーションですよね。はい、本当にあのライブオンラインで、はい、今あのジュニア世代そうですねチームがランページがあのニュージャックスイングカバーしてかっこいいしてて勢いあるやっぱあのキレは半端もう最高ですね。半端ないですね。やっぱり好きでね、はい、やってて、もう17年目入ってて、はい、こういう下の子たちが出てきてね、やっぱりちょっとでもそのイズムっていうのを、まあ彼たちは彼たちなりに理解してるんですよ、はい、だけどやっぱりそこまでじゃないじゃないですか、うん、知るわけないし、薄まっていっちゃう、ね、うん、だからあのできればこのその第三者的な意見もこう教えるっていうのはおこがましいけど、あの、うん、俺からこう持ってってくれれば、うん、なんか本当にジュニア世代キャプテンよりもほんと増えていってるけど、うん、EXILE の楽曲っていうものが生きてるっていうのを感じれて、うん、 それがなんか、うん、嬉しいことでもあり、ね、うん、あの時だからファミリーも息子、うん、ね、親父、うん、兄貴、うん、そんなあれだったら、今だったらさ、いとこだの、なんだの、孫だのが天候にいてさ広いので大変たくさんだし、うん、それ以後ボーカリストが加入したら、はい、ヒロが俺ん家に送り込むと言って修行として行ってこい、単に向こうのバイブスを感じてほしいから、うん、音楽見に行ったり、はい、まあ、飯食いに行きながらラスベガスショーを見に行ったり、はい、やっぱりそれはコンティニューしたいし、はい、ね、僕たちできることを常にやっていきたいし、はい、ジュニアキャプテンもジュニアキャプテンとかキャプテンやっぱちょっと考えて考えてます、考えてます、もうキャプテンというこのポジション、音楽的なポジション、エグザイルにこの ODH に携わるポジションでのネクストキャプテンみたいのは、あのもう常に僕探してます。あのプレーはうまいとかいいやつとか、はい、あの英語喋れるとかこうはいるんですよ、はい、だけどそれが全部一つでないと、うん、これを全部任せられるやつって今のとこまだ一人じゃない。今3人ぐらいでこう、あ、共同でちょっとやらせてるみたいな感じです。でもジュニアキャプテンって名前でやってほしいですね。そう、本当それぐらいキャプテンにやっぱこう自分たちはこう愛着だったりこう。ジュニアキャプテンよね。ジュニアキャプテンって言ってキャプテンがこう連れなんかいろんなところに連れて行れてるようになったら、すっげえなんかみんなちょっとある意味嬉しいですよね。ね、俺もそう、うん。俺も嬉しい。